2020年9月18日金曜日公開用の投資戦略アップデートです今回は1モメンタム投資に超危険信号2信用収縮は起こるとすれば米国外菅政権組閣はやや中国よりかこんな感じですはいえー、っとですね ちょっと今週のビデオはあのー、割とこう画期的というか、まあ、時代が変わるような感じで、えー、と私はもう今から予言しておきたいんですけれどもねあのモメンタム投資っていうのがねすごい危険だなというふうに思いましたね。あのー、なんでそう思ったかっていうとですねそのスノーフレークという、えーまあ、データ、えー クラウドデータ、ビッグデータの,その分析のやつがですね、初日で7兆円の IPO をしたんですよ。で、ね、これはね、ちょっといい私これ、アメリカ株好きなんですけれども、あんまりこう、スタートアップみたいなのは見てなくてですね、でもちょっとビビったと同時に調べたら、これはもういかんだろうっていうふうに思ったんですね。で、まあ、まず、モメンタム投資っていうのを、すみませんね、もし知らない人がいたらと思って、 確認するとですね、その上がった株を、まあ、すごく極端に言うと、上がった株をもっと買うっていうやつですよね。で、あの、まさにこの、えー、1年、2年、もうちょっとですかね、の、例えばナスダックなんかそうで、SP500 に対してずっと上がってったわけですよね。で、下がってもまた戻る、下がってもまた戻るで、で、えー、私はまあ、これ、まだ続くんじゃないかっていうことを、えー つい最近のレポートで書いてます。先週日曜日なんで、まだ1週間経ってないんですけどね。まあ、それがちょっとえっていうふうに思ったというのが今週の話なんですけどね。でこれはセクターでもそうで、例えばこう、SP500 をこの基準にねこう、セクターの相対価格をやっていくと、調べると、やっぱり引っ張ってるのって、えっと、情報技術と一般、 消費材なんですよ。で逆にこっちあのダメダメじゃないですかあのエネルギーなんかだって SP500 がね100とするとね最初一緒だったのにもうえー、っと、まあ、13年ぐらい前は一緒、えー、っと同時で100でスタートしたのにエネルギーなんかもう20ないわけですよねとんでもない話なんですよこれぐらい差がついてるとかたやこっちはもう2倍以上になってるというねえー、っとで モメンタム投資ってのは上がるやつをがさらに上がるんだって言ってこっちを買ってこっちを売る方法です。で、時々ね、この逆の動きが起こって、で、そういうのをまあ私は二極化、ええ、ごめんなさい、えっとえ、こっちのトレンドのことを二極化と呼んでいて、その逆のことをリバーサルって呼んでるんですけれども、まあ、ちょっとね、最近リバーサル、うん ぽくななっっててきた話はしてました、ね、でもまあトレンドは変わんないんだろうと思ってたのがまあちょっと怪しいなというふうに思ってるんですね。でこれってその上がってる株はもっと上がるっていう前提なんですよね。でこれはある程度正しいんですよ。なんでかっていうとやっぱり勝ち組企業っていうのは より強くなるし、ほ、えー、他の、ね、弱ったところを買収してどんどん,どんどん強くなる傾向はあるし、特にそれはその、えー、とお金が余ってるときですね、金融相場とか、あまあ、でも金融相場だけじゃないですね、あのごめんなさい、訂正します。あのーえー、バブルが起こるときって、こういう感じなんですよね。なので、えーと、一概に悪い統治法というわけではありません。ただこれはは、ね、最後はね、あのーあ 買われてる理由が上がってるからっていうことに最後はなっちゃうんですよね。で、それがもう、えもうみんな何も考えずに、そのバリエーション、えっと、収益性だとかね、その利益の質だとか全く考えずに買うんで、最後はねあの、ぶっつぶれて終わるんですよね。ちょっとね、それが、その気配が出てきたなって思うんですね。で、ちょっと私、あの、こういうスタートアップとかね、ユニコーンっていう言葉、あんまり好きじゃなくて、あの、全然見てないんですけれども、 私がね、知らない間にね、ちょっと、えー、イナゴが大量発生してるみたいで、イナゴタワーがすごい数できるんじゃないのかなっていう気がしています。で別にね、スノーフェイクが悪いってわけじゃないんですよ。あの、ただ、このね、初,初日7兆円のその IPO、すごいとは思うんですよね。期待感すごいじゃないですか。ただね、その、そのね、取り上げられ方がね、 その有名な人たちが投資してますっていうね <laughs> あの、まあそのデータ保管分析サービスですよね。で、そのライバルはアマゾンだったり、そのマイクロソフトだったり、グーグルだったりするわけじゃないですか。で、その中に割って入るっていうのはまあいいですよ。まあちょっとどうかなとは思うけれどもまあいいとしましょう。でも、えーえー、今ね、その売り上げが伸びてるっていうことと、その有名なね、 こういう、まあね、資産管理会社が投資してるっていうだけで7兆円集まるっていうのはねこれはちょっとどうなのかっていうふうに思いますね割とこう最終局面みたいな感じでその多分ですねこれは、ね、かなりこのまあ別にスノーフレークだけの話じゃなくてこれ系の IPO 結構きついんじゃないのかって考えててまあえっと あれ、レポートに書いたかな、あの、ロビーフット証券っていうのが今、あの、うん、アメリカでブームを起こしてるみたいで、それでね、やっぱりそこで人気のものってのは、あの、絵っていうような価格をつけてるわけですね。今、改めて調べて、私、ビビり上がってるんですけれども、まあ、ちょっと、えー、どうなのかなという感じ。ただ、アメリカ経済は、えー、世界で最も強いという見通しは、うん 変わりません。でも今までね、このファングだとかナスダックでやんちゃ,なやんちゃにやりすぎた分、ですね、まあ、こんなことやっちゃった分の調整、で、普通ね、バブルって崩壊するとここじゃ済まないんですよね、あのそれ以上行きます、えー、でもアメリカの経済はいいんで、えー、そこまで行くかどうかはかんないんですよね、あの正直なところ。で、 アメリカ国内での小さなこう信用収縮が世界にどの程度影響を与えるかというのも今のところ読みません、ただ、あのー、最後は、ね、あの信用収縮が起こるとすればそのアメリカ以外の、まあ、やっぱり一番の本命は新興国ですよね、まあ、次にそれにとが飛び火するか、まあえー、それ自身が発火点になるか分からないんですけれどもとヨーロッパの金融も。 きな臭いと言えますし、えー、アメリカ以外がねやっぱり厳しいなというのが見えてるんでだからそうするとこの辺の調整どこまで行くのかなってでもでも調整入るとしたらねただじゃ済まない気もするし、まあ、どっちなのかなという考えですね。それから、えーっと えー、菅政権がですね組閣を見させていただいたんですけれども、まあ、ちょっと親中寄りかな、って中国寄りかなって感じですね、思ったよりもアメリカから離れたメンツではないんですけれども、まあ、そもそも二階さんと菅さんっていうの、このコンビがね真中なんで、少なくとも安倍さんよりも、で、その親米の安倍さんが辞めてに、 その二階さんをねこう、えー、どうしようかなってずっとあったじゃないですか今年,に、まあこれね、こ今年に入る前ぐらいから、うん、でところが大逆転で二階さんが残って菅さんになったってことは真鍮態勢なんですよねこれは、うんまあ。ちょっと小米し 個別の名前は避けますけれども、ああちょっとこれは中国に寄ってったねっていう人事もやっぱりあります。ただ一方で、あれこの人入れ、結構重要こ行っのとこ行ったじゃんみたいなのもあって、それなりに気を使ってると思います。でもやっぱり、ね、二階氏はその早速この習近平さんの国賓招待をねついてこう話をしていてですね、あの、えー、な,んなんですかね。 石,石破派の、ね、パーティーにすぐ行ったそうなんですよ、すごいですよね、これ、あれが終わってね、その大統領えごめんなさい、えー、と総裁選が終わってね、で石破派とは、まあ、一応こう、たもとを分かって、場合によっちゃ、ね、こっち石場さんに乗るつもりだったと思うんですけれども、えーとえー、乗り換えたわけじゃないですか、まあ、菅さんと。もともと菅さんとは仲良かったらしいんですけれども、結果的にだから、その二階さんが選んだっていうことに なるんですよね今回のその首相はでなのでその,その、えー、これ誰かが質問したのかどうかわかんないんですけれども国習近平さんのね国賓来日について あの実現できることを心から願ってるとかいうわけですよね、これ、あのね、アメリカは結構、ピリピリして見てたと思うんですよ、もちろん中国もですけれども、あのー、これはね、なんとか知見特捜部とか動かないの,ぐぐのかなっていうぐらいピリピリしてると思いますよ、あの別に二階さんがって話じゃないですよ、あのお前そ、中国が行くんだったら分かってんだろうなみたいなね、あのん制級というか、もうほとんど殺人。 ボールが飛んでくる可能性もあるんじゃなないいいのかなという気はしていますでもまあこれはあのー、アメリカのね大統領選とも絡むことなのでまあちょっと深いところはもう少し員さんにはお話をするんですけれどもまあこんな感じでね、えー、進んでるということは分かってくださいちょっとねモメンタム投資えー、っとね今まですも散々まあ私は意図的にモメンタム投資を ここももう何年か、5年以上、あの、モメンタムが好きなわけじゃなくて、モメンタム株が上がるっていうのがね、あのーうん、まあまあ、見えてたからなんですけれどもね。でもね、これはやばいっすよ。とんでもない、こう、稲子タワーというかね、稲子たちの墓標を立てそうな気がしています。まあ、そんなわけでね、でも、アメリカ株終わったわけじゃないですから、ちょっと推移を見ていこうと思います。以上です。